コンテスト対策講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は前回の続き、手が小さくてもちょっとしてて分厚い手の人がどうやったらステージ上で手をちょっとでも長く見せれるのかみたいなことをお伝えしていこうと思いますので、まあ、ぜひねコンテストに出られる方、そしてショーに出るとかいう方たちは取り入れていただいたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、私は結構手が不細工なので、小さくて可愛いのよ。なんだけどステージ上では不細工に見えるのよ。それはカッコもつけにくいし、エレガントにもしにくい。だからめっちゃ研究してます。だからその研究結果をお伝えしていくっていう感じなので、まあ、取り入れれる人は取り入れていただいたらいいんじゃないかなと思ってます。で、ね、腰に手を当てるっていう時も指こうやって全部開いて当てちゃうと、なんかこうすごい頑張ってるやん、こんなんでも A ラインとかで仁王立ちした日には大丈夫かみたいなことになってくるので、なんかめっちゃ偉そうでしょ。なんで狐さんの耳ちょっと垂れたバージョンで、まあ顎外れたバージョン、顎外れてへんバージョンと外れたバージョンで、外れたバージョンを使います。それで軽く腰に手を当てていただく。でまたはこの人差し指ももうちょっとこうなったらおかしいんよ。でこれもおかしいねんね。なんで小指から中指3本は指閉じてもらって、で人差し指のとかも少しだけ開けるぐらいとかにしていただくと、まあ、例えば A ラインって持っていった時にでもそんなに違和感が出ないかなと思ってます。あとね、ここがまあまああるんですよ、まあ、お腹も出てるしね。ここがある人が腰を頑張って持とうとするとガシーって、なんせねこの幅が届けへんっていう感じやん。細い人ってさ、こうシュッとこううまいこと届けはんねんけど、太いとあんま届かないんですよ。でね、ちょっと思いついたのが、ちょっと前なんです。腰っていうよりは前に添える感じ。これ邪魔やな、ごめんね。こう添える感じ、腰じゃなくて添える、こういう感じでするとええ感じじゃない。 だいぶ前です。腰じゃなくて前で、しかも段違いを作るとちょっと動きが見えるので、立ってる A ラインで立ったとしますね、まあ、ちょっと今棒立ちでいきますけど、こうやって持ってるのとこうやって持ってるのってちょっと細見えへん。こうやってしてるのとこうやってするのってちょっと違うんですよ。だからね、もう体の作りはそれぞれなので、まあ本当自分の腰の太さとかこの幅とか手の大きさとかでどう持っていったらちょっとでも細く見えるんだっていう、こうするとこっからここまでがウエストって感じじゃない。だからちょっと私は前にするんですよね。で、まあ、逆を言ってすっごい細い人がこうやってやっちゃうと、もうキャッシャーみたいになるので、細い人は横でいいと思います。細いけど手ちっちゃいねんっていう人とかも多分腰届くと思うんでね、そういう人はもう横とかにしはるといいと思うんだけど、こうやってやるとね、取り手羽みたいになるんですよね。多いです、歩くときこうやって腰反って歩いてはったりとか、手羽になってる人結構多いんだけど、肩と肘は真横、極力真横に持ってくる。横の人でもできるだけ真横、前にする人も肩と肘は横に当たるように持ってくると意外と綺麗に細く見せれるんだよっていう技です。ほんでね、もう一個ちょっと追加なんですけど、まあ、例えば手を広げるってなった時にシャキーンってしたりとかバッってしたりとかっていうよりは、手首のここから
移動させて下ろす。でその時も、まあ、いつもちょっとこう従順な狐さんをイメージするんですよ。わかる？従順な狐、耳立ってない従順な狐をイメージしてもらって、開いて落とすとかね、開い上がって落とす、開いて落とす、上がって落とす。このなんかこう開いたり閉じたり開いたり閉じたり開いたり閉じたり、今ちょっとゆっくりめにやってますけど、よかったら一緒にやってみて。閉じたり開いたり閉じたりっていう練習を普段からしてはる方が、まあ私も結構これはね、手が雑い方だったんで、ほんま雑い人なんですよ私は。もう普段マッサージとかガーやってる人なんでね、なんかあんまりこう手先って意識をしたことがなかったんだけど、こういうのを結構意識していつもやってます。家でいうか暇な時にこうエレベーターとか乗ったやってたりします。こうやってねっていう風に動かしていただくと、この小さいもっちゃり手でもちょっとでも美しく見えるよっていうポイントです。あとはね、この手の甲を前に持ってくると、なんか手大きい人なんですよ。でしょ？でそれをね、ここ小指の側面を前に持ってくるようにすると、ちょっとね手の感じ変わるの分かります？で、まあ、できるだけ左手が上になるんだけど、分かる？こうやってるとお腹痛い子でしょ。なんかほら、あの上にするとさ、声楽家みたいや、オペラの人みたいな感じになるので、お腹おへそのちょっと上ぐらいなんだけど、こうじゃなくてこうですると脇がガッて開く人いるんですよね。そしたらなんかもうそれもオペラみたいな感じになるので、脇は軽く締めた状態で小指の側面を見せる。だからこうここへ持ってくる時も小指の側面を極力見せていただく。こうやって持たず、あ、こう持ったり、こうも、うん、こう持ったり、こう持ったりとかせずに、小指の側面で側面を見せる。でしはると手ってね、案外綺麗に見えるものなんですよ。この手の話は前も一回動画で上げたと思うんですね。それもまあちょっと参考に、似たようなことは喋ってますけど、多分使ってる言葉がその時その時で違うので、あ、なるほどねっていう腑に落ちるのがまた違うんちゃうかなとは思うんですが、まとめると指開けない、閉じる、キツネさんの顎外れたバージョンで耳は従順な子を作る。で、生卵1個入るぐらいの感覚の手を作っていただく。これなんとかザップみたい。ね。で、そして手首から動かすようにしていっていただく。ですると、意外となんか綺麗に見えない。私なんかよくね、鏡見て自分の手がどういう風に動けば綺麗に見えるのかっていうのを結構研究してるんですよ。で、まあ、腕短いからもそのポージングとかでさ、こうなんかこう頭にこう置いたりとかさ、しはる人っているんだけど、私はもうやっぱ手が短いし、ここが太いんで上げんの好きやないね。めっちゃ伸ばしたらちょっと細なんのかな。ちょ、分からへんけど。でもまあ、なんかあんまり私も、まあこういうポージングとかはね、コンテストとかではしないんだけど、でもまあ、開いたりとかいう時でも、開いたりってせずに、指閉じてしていただく。でもまあ、和装の人はもう極力閉じといた方がいいです。
できるだけ親指とかも閉じた方がいいって言われるぐらいなんで、ちょっと和装は苦手なんで、和装は和装の先生に聞いてください。で、まあ極力この状態から少し丸みを作って、でも曲げすぎないとかいうことをね、ポイントに腕の指先の動きとかを意識してもらったらいいと思います。で、あともう一個できるんであれば、ネイル、爪は私ね短いねんな、あの、まあ、それこそネイルとかできない仕事なので、できない仕事だから付け爪使います、大抵。で、付け爪も2枚接着にしてる、取れるん、トイレ行って手洗ったも取れるし、あの、下着上げよう思ったら慣れてへんから上がってけへんねん、もうどうやって上げたらいいかがわからんくて大変なんですよ。トイレ行ったらめっちゃ時間かかるんだけど、あとガードルとか最悪に、もう上がってこないよでも肘でこう掴んで上げたりとかするんですけどね。いや、まあでも極力ネイルはつけていただく。で、私がよくやってるのは、爪になんかジェル状のプニュプニュしたシールみたいなのある、それを貼って、で、付け爪側にはいわゆる強力粘着両面テープを貼って、で、両面テープ外してここに二重で接着させるって感じ。それやと、まあガードル上げるとちょっと浮いたなっていう感じはするんだけど、普通におパンツ上げるぐらいとかストッキング上げるぐらいでいけると思います。でもやっぱり爪先にこう、ここがスッと爪先があって、できるだけ爪の形もスクエアとかよりはちょっとこう先っちょが気持ちとんがってるやつ、この手にバシューンっていう爪は似合わないんです。かといって丸い爪つけると幼くなるので、普通の爪の形なんていうの、普通の爪の形、ちょっと画像をこの辺に出しときますけど、普通の爪の形のネイルをつけていただく。あれめっちゃこだわってるよ、爪の先っちょもあんまり色濃いやつとかつけないです。色濃いのつけるとね、手爪ってなるから、ちょっとなんか違和感が一体化させるために、ベージュ系とか淡いシャンパンピンクゴールドみたいなやつとかで、ちょっとでも手と一体化させて長く見せるっていう、なんか錯覚マジックみたいなのを使うようにしてます。まあ、ぜひぜひね、あの、自分の手に合う爪ってならないネイルなんかも使っていただけるといいんじゃないかなと思ってます。